熊の目撃情報があったのは札幌市豊平区福住三条11丁目です。昨日午後6時20分ごろ、車で走行中に子熊1頭を見たと付近を通りがかった人から警察に通報がありました。怖いです小学生の子は一人で登校しているので、どうしたらいいんでしょうね。しかし札幌市が痕跡調査を実施した結果、ヒグマの痕跡はありませんでした。近隣の住民の方から同じぐらいな時間帯でアライグマの目撃情報があったということで、おそらくアライグマとの見間違いという可能性が高いかなというふうに判断しています。また千歳市白川6丁目でも今朝、子グマが自宅敷地内を歩いているのを見たと目撃情報があり、ハンターなどが調査しています。娘が家の中からこの巻小屋の間を通って、道路の方に行くのを見かけた感じです。驚いてました。千歳市によりますと痕跡は見つからなかったということですが、道内各地でヒグマの目撃が相次いでいて、引き続き注意が必要です。